マルガット城、マルガット城、マルガット城、またはマルカブ城はシリアに築かれた十字軍時代の代表的な城。クラックでシュバリエと並ぶ西洋派歴史団の本拠の一つであった。マルガット城は地中海に面した海抜500メートルほどの山の上にそびえる。この山は遠い昔に活動を停止した火山であり、南のトリポリと北のラタキアの間の街道沿いにある。 海岸からは2キロメートル、バニアースの町の約6キロメートル南にあたる。おそらく、フェニキアや東ローマ帝国の頃より、取り出があったと思われるが、現存する最古の遺構は1062年にアラブ人領主が作ったものであり、第1回十字軍を経て十字軍国家、アンティオキア公国が周囲に建設された後もアラブ人領主が持ち続けた。1104年、ハラーンの戦いで、 アンティオキアがムスリムに敗北を喫すると東ローマ帝国は弱みにつけ込みアンティオキアとその周囲に対する影響を強めその際にこの砦をアラブ人から奪った数年後アンティオキアの摂政タンクレードがこの砦を奪いアンティオキア公国に編入した1170年代アンティオキアのルノー二世位、マゾワールがトリポリハク国の風神として マルガット城を支配した。この城は非常に巨大だったため、宮廷の様々な係や役人、会の風信団を独自に持っていた。彼の息子ベルトランは1186年、マゾワール家の力では、城の維持費をまかないきれなくなったため、西洋派根騎士団に城を売った。西洋派根騎士団は、補修や増築を施して、これをシリアにおける拠点の一つとした。 騎士団の守る十四の党はどれも難攻不落と思え、1188年にサラーフティーンがマルガット城に対する抗議戦を行った時も結局落とせなかった。マルガット城はサラーフティーンによるシリア遠征の後に西洋人の手に残る数少ない領地の一つとしてその後100年近く持ちこたえた。13世紀初めには西洋派ね騎士団は 城の周囲の土地や道路を支配下に置き、そこを通行する旅人、商人、巡礼らから大きな利益を得た。東ローマ帝国下のキプロス大使だったイサキオス、コムネノスは第3回十字軍の際にイングランド王リチャード一世に捕らえられキプロスを奪われた後、西洋羽ネ騎士団に引き渡され1194年までマルガット城に遊兵された。近くの町バレニアの死教も、 1240年頃以降は守りの固いマルガット城に拠点を移した。マルガット城は西洋羽根騎士団の砦や城の中でも格段に大きく、これより大きな城は南の内陸部にあるクラックデシュバリエしかなかった。エジプトのマムルーク町のスルタンカラーウーンは1285年4月25日からマルガット城の包囲に取り掛かった。 公平が北の城壁に穴を掘り、1ヶ月後に城は陥落した。カラーウーンは、城の巨大さと騎士団の勇気に感心し、騎士団に対し、持てるものをすべて持って安全に撤退できるよう、取り計らった。カラーウーンは落とした鳥では取り壊してきたが、この城に関しては、マムルークの駐屯地として使い続けた。ありがとうございます。